スリダス世田谷背番号20番の下條彩です。よろしくお願いします。今日1対1、はい、残念な結果になりましたが、今どのようなお気持ちですか？そうですね、練習の時もこの戦術を徹底してやってきてたので、まあ、自信はあったんですけど、やっぱり前半でも決めれるところで決めれなくて、チーム的にも苦しい時間になったので、で先制点取られたので、ちょっと厳しいなと苦しんでましたね。まあ、それでもなんとか1点、跳ね返せた。それについてはどう考えですか？やっぱりあの30番の長崎が PK 取ってくれて、山根さんは決めてくれると思ったんですけど、まあ、ちょっとこぼれを狙って走り出したら、ちょっとこぼれてきたんで、決めるだけと思って。いや、本当に見事な、まあ、あのシュートで良かったと思うんです。土手にもつれ込んだことは良かったです、はいはい、他の選手の方にも伺ってるんですが、はい、サッカーをやっていて良かったことと逆に残念というかですね、悲しいことというか辛いこととかってありますか？辛い、楽しかったことでも聞きます。そうですね、やっぱりサッカーやってる上では試合に勝つことが一番、あの頑張れますし、そのためにサッカーやってるんで、やっぱ小さい頃からお金かけてやってきたんで、はい、じゃあ逆にもう後悔はないっていう感じですよね。もうすごく楽しんでると考えている、あとはなでしこリーグに昇格するだけなんで、それ目指してやってます。最後に伺いますが、まあ、今年どのように今後戦っていこうとお考えですか？そうですね、今年がもう厳しい混戦の中になるので、はい、一つ一つ勝ち点積み上げることが最後昇格につながると思うので、はい、一戦一戦確実にやっていきたいと思います。それで入れ替え戦で勝って、そうですね、自動昇格やりたいです。あ、自動昇格でできれば。わかりました、はい、ありがとうございました。